はい、どうも、のぎです。こんにちは。なんと、椅子の情報が来ましたびっくりでしょ？クラゲさん。クラゲさん止まって、危ないよ、ぶつかっちゃってるよ。あ、カメラに映りに来たんだ。なんか、一緒にじゃあ、やろっか。本日はフェスの情報が来たんですけど、クラゲさんは飽きちゃいましたね。いや、これ嘘かと思ったよ。見てこれ。これ、なんて呼ぶ？回転焼き、バーサス、大判焼き、バーサス、今川焼き。わかる？みんなこれ。中にあんこが入ってる、小倉のあんこ。小倉ってか、なんかあんこ？粒あんか、粒あん入ってて、で、あとカスタードとかチーズ入ってるやつもあるんだけど、地域によって呼び方が変わるんですよ。はい。ね、関東では、多分、大判焼きって言うんかな。で、今川ってどこかわかんないんだけど、まあ、そっちの方は今川焼きってなって。ちなみに俺、回転焼きって意味わかんないんだよね。聞いたことなくて、なんか、三つ呼び方があるし、多分他にも、言い方あるのかなと思ってるんですけど、はい。今回この3つで勝負するみたいです。期間が11月18日の土曜日午前9時から20日の月曜日の午前9時の48時間やるみたいなので、はい。楽しみに。これわけわかんなくなっちゃうよ。インクの色で決める人とかもいいんじゃないかな。これうまいよな。美味しいんだよな。俺好きなんだよな。カスタードのやつが一番好きで。最近お祭りにもあるんだよね。ちなみに呼び方他にもあるらしく、太鼓焼きだって、あとおやきっていうのも言うのらしい。なんか今調べたんですけど、あとどてら焼きとか、夫婦まんじゅうって書いてある。なんかいろんな呼び方あって、まあやっぱ地域で違うんだろうね。ああ、これ今ね、一緒にね、カメラにね、入ってきてもらったの、この子に。でもね、この子誰かわからないから、なんかずっと、もじもじしてる。なんで僕のこと撮るのって。ずっともじもじしとるんだよね。ということで、皆さんフェス頑張りましょう。